いや、私の名前は聖徳太子だ。久々のショートクッキングだ。今回は大阪編だ。今回はヘルシーに作ろうと思うぞ。題して、ヘルシーなものをぶち込めば何でもヘルシーになるだろう。お好み焼きだ。行くぞ。まず用意する。わあわあわあ、キャベツだ。久々に私の華麗なる千切りサーブ。意外と私、器用だろう、木綿豆腐だ。とりあえず、豆腐を入れりゃヘルシーだろう。ルステッテッテゥルルステゥルステゥイッツマイヤー長芋ちゃんだ。スリスリースリスリー長芋スリスリー、ヘイ。いや、トロトロだね。まるでみたいな。みんなも白い液体大好きだろう。まるでせん、この白い物体の中に白い液体を、あ、ごめんなさい、白濁の液体をぶっかけちゃうぞーて。まるでせん、白い粉だ。人間の体、白い粉がないとやっていけないんだよ、人間ってね。こんなもんだろう。白い球体ばかり。私はカレーに千切りしたキャベツもぶち込む。混ぜ混ぜ、混ぜ混ぜ。サラダチキンだ。サラダチキンをぶち込めば何でもヘルシーになるだろう。うん。あ、ツナでもよかったな、これ入れるなら。そしたら妹子も喜んだわに。あああああああ、飛んだ。そしてみんなお待ちかねの塩昆布だ。うん、絶対これ、あ、違う、これまた黒トロレは。塩昆布どこ？あー、たた。塩昆布だ。また間違えるとか言った。危ない。塩昆布はドバドバ入れてやろう。うん、こんなもんだろう。大使を知ると世界が平和になる。大使塩昆布好き。だら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 。あ、たい。ちょっとつなぎが少なかったからちょっと崩れそうだけど。やばい、法隆寺が崩れそうだ。行くぞマスオさん、アスカ文化タックセックセック。おい、見たか、熱かった。行くぞセック。あー、崩れた。お好み焼きが崩れてしまった。おたふくだ。こういう時はおたふくさんの力を借りるんだ。おたふくソース、てちゃんとお好み焼きになったよ。そしてさらにだ、白いとろろだ。かつお節の代わりに白いとろろをかけていくぞ。完成、ヘルシー昆布お好み焼きだ。ちょっとつなぎが足らんかったよ。いくぞ、超必殺アスカ文化タック。避けられた。まあでも美味しそうじゃない。いただきます。うん、うまい。おいしい。やはり塩昆布は偉大だ。白いご飯だ。レンジでチン。ソースはやっぱり白飯と合うんだよ。熱いチンしすぎじゃん、お前。お好み焼きは主食とか言うとるやついるけど、お好み焼きはおかずだ。そう、ご飯と一緒に食うものなど。うん、お好み焼きというよりかはなんかこれほんととろろ焼きだな。いやー、とってもヘルシーだった。はい、接種。それじゃあ次の都道府県も決めていくぞ。ルーレットスタート。ありがーとばるーてん。埼玉だー。飛び出せ埼玉。埼玉県のぶっ飛んだ料理を食べていこうと思うぞ。それじゃあ待ってろよ埼玉。じゃんけんぽん。